ジョン・ F ・ケネディは、アメリカ海軍のキティホーク級航空母艦の4番艦。ビッグ・ジョンの愛称で呼ばれる。艦名は、第35代、アメリカ合衆国大統領ジョン・ F ・ケネディにちなんで、命名された。同艦は建造当時クバに分類され、航空船にのみ使用されたが、後に、対戦作戦能力を保持し、多目的使用が可能となり、艦種は CV に変更された。 ケネディはアメリカ海軍における最後の通常動力型空母であった。当初は原子力空母として計画されたが、財政難から通常動力型に変更された経緯がある。そのため、建造時期が他の通常型と少々ずれており、エンタープライズとニミッツ級原子力空母一番艦ニミッツの間に挟まれた格好になっている。ある意味では、 通常動力型と核動力型の過渡期的、例外的な存在といえる。キティホーク級の発展回収型であるが、しばしば同一クラスに分類される。なお、核動力化された場合の機関構成は、エンタープライズともに密つ級とも異なっており、エンタープライズで搭載された A2W 型加圧水型。 原子炉の約2倍の出力を持つ A3 ワット型原子炉4機の搭載が予定されていた。ケネディの外見上の大きな特徴はアイランドと一体化した煙突にある。ケネディの前に建造されたキティホーク級3番艦アメリカでは飛行艦艦への肺炎の影響を避けるためにそれ以前の艦と比べて煙突を小型化していたが、ケネディではさらに一歩進めて、 急日本海軍の費用型と類似した傾斜煙突の形態をとっている。ただし、ケネディの設計にあたって費用型を参考にしたか否かは定かではない。ケネディ以降、アメリカ海軍は通常動力型空母の建造を打ち切ったため、傾斜煙突を採用した空母はケネディが最初で最後となったが、後に建造されたワスプ級強襲揚陸艦マキンアイランドで、 再び傾斜煙突が採用され、続くアメリカ急強襲揚陸艦でも取り入れられた。その他、当初はアメリカと同様、艦首に、アン S S、SQS-23 ソナーの装備が予定されており、闘病時にソナードームとの衝突を避けるため、二つあるアンカーのうち一つが、艦首に、装備されている。ただし、アメリカと異なり実際には、ソナーは、 装備されていない。艦型も以前の空母とは相違点が多い。エンタープライズや他のキティホーク級では、左舷アングルドデッキの先端は直角に切り落とされたように角張っているが、ケネディでは全部飛行甲板と斜めに滑らかに連続しており、髪型から見ると右舷と、ほぼ左右対称になっている。これはむしろ後続のニミッツ級に近い形状で、この点ではケネディは、 ニミッツ級のプロトタイプとも位置付けられる。全長も他のキティホーク級より5.2メートル短い。日本の横須賀基地を母校とするキティホークの退役後、原子力型でないこのケネディを押す声もあったが、結局ニミッツ級の6番艦、ジョージ・ワシントンが後継空母となった。 ケネディは1964年10月22日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1967年5月27日にジャクリーン・ケネディとその9歳の娘であるキャロラインによって命名、浸水。1968年9月7日に初代艦長 R ・イエーツ大佐の指揮下収益した。 ケネディの諸女公会は悪化する中東情勢に対処するため地中海への配備によるものだった。1970年代に F-14 トムキャット艦上戦闘機と S-3 バイキング艦上哨戒機を運用するための改修が行われた。1974年には大西洋艦隊においてマージョリー・ステレット戦艦機金賞を受賞した。 1975年11月22日、ケネディは、ベルナップ級、ミサイル巡洋艦ベルナップと衝突事故を起こす。この事故で、ベルナップは火災を生じ、その上構え部の大半を消失した。事故後ケネディは、キャンオープナーと、あだ名された。1976年9月14日、スコットランド100マイル北方において、 給油作業中に駆逐艦ボーデロンがコントロールを失い、ケネディと衝突した。ボーデロンはこの事故による損傷のため、1977年に退役した。1978年後半にケネディは最初のオーバーホールを行い、1979年に無事完了した。この年2度目のマージョリー・ステレット戦艦基金賞を受賞している。 1981年にケネディは9度目の配置転換で初のインド洋配備となりスウェズ運河を通過する。この航海中にソマリア国家元首の訪問を受ける。1983年にはケネディは情勢が悪化するレバノンのベイルートに派遣され、1年にわたって同地域のパトロールを行った。1989年1月4日、 関西機の F-14 が、リビア空軍のミッグ -23 を2機撃墜。1991年の湾岸戦争に参加。2001年のアメリカ同時多発テロ事件の翌日の9月12日から14日まで、ニューヨーク沖で、コンバットやパトロールを行い、アメリカの対テロ戦争の幕開けを象徴する空母となった。その後は、 練習艦として使用されていたが、航空隊の訓練は、国内の基地で行われるようになり、2007年3月23日に退役した。それに伴って、アメリカ海軍の空母兵力は12隻から11隻へと削減された。艦内部の船室には、ケネディの妻だったジャクリーン・ケネディがデザインした木の、はめ板があしらわれていた。このはめ板は、艦から取り外され、 フロリダ州ペンサコーラの国立海軍航空博物館で再現展示される予定であるが2008年3月30日現在公開されていない2007年7月26日にバージニア州ノーフォークに栄光保管されていたが2008年3月17日にタグボートに栄光されて3月22日にフィラデルフィアの海軍艦艇不活性化施設に到着した その後、ケネディは、モスボール化の上博物館船として寄付も可能な寄付保留として保管されていたが、2017年に、海軍は、ケネディの寄付保留を取り消して解体することを決定した。ありがとうございます。